こんにちは、ポジアクチャンネルです。今日はですね、ちょっと役立つノーライフの、コーナーになるんですけど、これね、ちょっと画面でわかるかな、カラスよけですね。この時期カラスが増えてくるので、こういう感じでね、これテグスっていうのかな、線をね、引っ張って、カラスとか、小さいヒョウドリですね、その辺が入れないように、ぐるぐる巻きにしてますね。で、これです。テレレテッチチン。名前が、ちょうど見えんかな。見てね、これね、ホームセンターとかで行ったら普通に売ってます。300円、400円ぐらいだったかな、一巻がね。こんな感じで紐がチュルルルって伸びるんですけど、こんな感じですね。でこれを、こうやって金ねをぐるぐる巻きにしていくんです。これ去年清水白桃とかその辺でやって、その地域によってそのカラスの立ち悪いカラスとかだったら分かんないですけど、うちらは正直ね、これもう9割もうほぼ10割と言ってもいいぐらい抑えれたんですよ。だからちょっと面倒ですけど、僕らはもう一本一本全部こうやって木をもうぐるぐる巻きにしていってます。こんな感じでね、要はこの糸にこう羽とかで当たるとちょっと向こうびっくりして、そこから先も入れないっていう状態になるらしいんです。なのでこれね、まあちこっちにもう縦横ずっとですね、上から下まで、こんな感じでもう本当に張り巡らせるっていう感じですね。ぐるぐる巻き状態ですね。こんな感じで、これね、1個ね、何を言うと、収穫の時に手を突っ込む時に結構人間が引っかかるんですよね。よくこれね、 見にくいんで、人間引っかかってね、帽子持っていかれるとか、あるので、それはまあ気をつけてください。だから色がね、白とか、黄色とか何種類かあったと思うんですけど、うちはなるべくこう目立つように赤色を使ってますので、その辺も ね気をつけていただいて、まあ、うちだけかもしれないですけど、被害が、かなり抑えられました去年ね。なので今年も、早いこのワスのうちからやってるんですけど、まあ、よろしかったら、ね、そんな高いもんじゃないんで、さっき言った何百円っていうことなんで、皆さんもね、ぜひね、こう試してみてください。カラスとかね、そういう、鳥関係で悩まされている方はね、意外とこれ効きます、ね。はい、というわけでね、今日はちょっと役立つノーライフ、意外と、カラス寄せ付けません、うちだけの例で言いますと、去年は、9割以上は多分抑えれたんじゃないかなっていうぐらい効果が出てます。ぜひ、皆さんもね、試してみてください。では今日はね、ちょっと役立つノーライフということで、このテグスっていうかね、この線を、桃の木張り巡らして、カラスから守ろうっていうね、これ見ていただきました。それでは今日はこんな感じで、終了です。どうもご視聴ありがとうございました。